どうもこんにちは今回はサムネイルもしくはタイトルに、ね、入ってるかと思うんですが、えー、受験が終わった後にやるべきことを2つ伝えていきます。まず1個はですね、めちゃくちゃ真面目な話。みんなが多分予想してるその通りのやつ。で、もう1個は、えって何言ってんのこの人っていう話をしていきますが、まあ、本編を話す前にね、ちょっとお礼を言いたくって、まず受験が終わった後の話なんて別に興味ないじゃん。 受験前はさ、勉強効率が上がる話とかさ、自分のレベルアップになりそうとか楽ができそうって思ってクリックしてくれると思うんだけども、終わった後もほっといてくれと。ね、黙っとけよって思う心があるかもしれない。でもそれでも、こういう動画もね、クリックしてくれてまずありがとうございます。あの、ぜひね、えー、と、損はさせないというか、まあ、やるかどうかはみんな次第にはなるけども、やっておくと、4月からの新生活は、まあ、全然違うものになる。まあ、違うというか、その、サボっちゃうと、 後でやっぱ後悔することが増えるので、まあぜひね参考にしてみてください。で、まず真面目な話からいきますね。まあみんなの予想通りなんですけど、勉強しよう。勉強。でも、これはガツガツ勉強しろとかっていう話じゃなくて、何をと、勉強も何をしろってわけではないのよ。何、じゃあ何が大事かっていうと、勉強習慣を残してほしい。今まで受験勉強をするために勉強する習慣を作ってきたよね。で、みんなはもう分かってると思うんだけど、 習慣って作るのはめちゃめちゃ簡単、あーご、ね、た。大変なのよ。簡単って言っちゃった。大変なの。例えばさ、筋トレの習慣とか、ね、ダイエットするためのさ、こうねそう、食事制限の習慣とかもそうなんだけど、大変じゃん。でも、習慣を崩すのってめちゃめちゃ簡単なのよね。だから、勉強習慣を作るためにみんな多分何週間とか1ヶ月かかけて習慣を作ってきた。でも、今崩そうと思ったら、まあ1週間あれば余裕で崩れるよ。習慣なんで。だってただ頑張んなきゃいいだけだもん。 ね、めんどくさいことやらなきういう新しく中学校に入る高校に入る大学に入る社会人になるってなった時に頑張んなきゃいけないでしょまたね仕事も含めてだけどだからさまた習慣作んなきゃなのよまた頑張る1ヶ月大変だぜ新生活だからそこでまた作り上げるぐらいだったら今残しておけばいいじゃんなのでその受験勉強の時ぐらいにガツガツやる必要はない1日10分とかでいい本当にで逆に言うと いっぱいやろうってするよりも時間制限をあえて決めるのもあり30分だけ今時間に余裕があるのよみんな精神的にも余裕があるだから結構ねやろうと思ったらできるのよダラダラすることもでも新生活始まると時間がなくなる 小学生だった子が中学校に上がると部活が始まって時間もなくなる。高校に上がった子は科目が増えるから余裕がなくなる。もっと言うと、か、通うことがね、えっと、時間通う、通学に時間かかる子も出てくるから、時間がなくなるのよ。もう社会人の方ってもろにそうだよね。だから、限られた時間でどうやって効率よくやるかっていう練習も今するべきなのよ。だから、あえて、もう1日30分しか勉強しちゃダメとか、15分しかしちゃダメだよって、もうタイマーつけて、 その15分で何ができるのかっていうのをチャレンジする。それがね、この1ヶ月やっていくとめちゃめちゃ後で楽ができる。楽とか自分の武器になる。だからぜひやっておいてください。1日10分とか本当5分とかでもいい。で、もう何やるかがもう決めてくれと私には決めらんないっていう方も英単語やっておこう。英単語。英語の単語力は無駄にならないから、なんか一冊買ってきて1日何単語とかね、決めてそれをペース配分やってやっていくといい。 単語量はもう絶対腐らないからやっておいてね。それをぜひお勧めしておきます。でも、もしね、自分の学校以外の勉強、趣味でもっと詳しくなりたい、知識を増やしたい、ね、全然勉強、学校のと関係ないことでもそれはいいので、何かを勉強する、何かを学ぶ、新しく知識をつけるっていう習慣だけは残しておく。これはぜひやっておいてください。で、もう一つ、もう一つはですね、本気でダラダラしてください。 ダラダラするでしょするでしょって言っちゃったけど。いや、するよね。受験終わってさ、もう、開放的になった中、時間もある。ね、やることが特にない。ダラダラできるじゃん。で、これを、ダラダラしていいから。してくれ。全然いいわって、みんな今まで頑張ってご褒美なんだから。で、ただ、ダラダラしちゃったじゃなくて、ダラダラすると決めてしたんですけど、何かっていうテンションでいてほしい。で、俺は別に、毎日1ヶ月全部ダラダラしちゃダメよ。そしたら自己嫌悪になるからね。で、これはね、 その何か頑張んなきゃいけない時、みんな受験勉強の時思い出してほしいんだけど、なんかスマホいじっちゃったとか、YouTube 見ちゃったとか、漫画読んじゃったとかあるじゃんか。で、ダラダラしちゃった日もあるでしょ頑張れなかった日も。これってさ、ダラダラしたっていう事実の後に残るのが自己嫌悪なのよ。つまり、次に繋がらないダラダラなのね。そうじゃなくて、もう今日はオフって、今日はもうダラダラするって決めたからいいのっていう風にできると、リフレッシュになるの。 同じダラダラでも次につながるダラダラと次につながらないダラダラがあるのよ。ここをちゃんと把握してほしい。で、もっと言うと、もう、たぶんゲームが好きな方だったら、もうどれぐらいやったら飽きんのかなっていうのを試してみるのもいい。ちなみに俺受験勉強の、あ、受験の時じゃないんだけど、大学に入った時に夏休みに連続で50時間ぐらいゲームしたことあるのね。当時、モンハンにハマってて、モンスターハントにハマってて、本当50時間ぶっ通してやったのよ。さすがに飽きたよね。その時に。飽きたっていうか、ちょっと、 といっっかなーってなてたのよで、俺も、もともとすごいゲームが大好きで、永遠にできると思ってたんだけど、あ、このぐらいやると、さすがにこういう気持ちになるんだって経験をすることによって、その後自分の扱い方上手くなるもんね。それができるのも今なのよ。今しかない。だから、漫画が好きな方とか、ネットフリックスのアニメが好きな方だったら、連続もね、見たって構わないわけ。正直言うと。休みにダラダラしちゃっていいんだから。でも、今日はちょっとこれ突き詰めるわ。どんだけ見るかやってみるわ。みたいな。風にやると、その経験も次につながる。 で、この、もう何度も言うけど、精神的余裕と時間的余裕があるので、今しかないのよ。人生においてそんなタイミング、ほぼないからね。ほぼない。だから、ここでしか経験できないことがあるので、本気でダラダラする。いいダラダラするんだって気味でダラダラする。で、その世の中で、あ、ダラダラした終わりじゃなくて、どういうことを感じたのかとか、あ、自分ってそう、こういうふうに思う人間なんだ、みたいなのもデータとしてストックする。 それも意識してぜひ過ごしてください。あの、今しかできないことが本当にあるから。今、俺は二つね、例えを言ったんだけども、その他でもいい。みんなが思いついた過ごし方を、いど意図を持ってとか意味を持ってね、ね、そうやって時間を過ごしてくれればそれでいいので、ぜひ、なんか今までと違う有意義な使い方、い有意義な使い方をぜひ、ここでしてもらえたらと思います。ただただね、ああダラダラしちゃった。 ああ、なんか無駄にした1ヶ月って思う、その時間の過ごし方はしない。そうすると、4月かの新生活ですごく自分に対してネガティブな気持ちを持ってスタートしなきゃいけなくなっちゃうから、それだけは絶対避けよう。それは本当にやめてくれ。ね。そうならないように、いい1ヶ月を過ごしてもらえたらと思います。はい。ということで、本日もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは、今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃあ、またね。バイバイ。